はい、というわけで皆さん、こんにちは、サーキングでございます。さて今回ですね、こちら NMB48 劇場の方に来ております。さて今回の動画なんですが、タイトルにも書いてあります通り、 NMB48 のオタク仲間の皆さんと過ごさせていただいた様子というのをお届けしていきたいと、そういうふうに思っております。まあ、私もですね、 NMB48 を長らく応援させていただいておりまして、その中で本当にさまざまなオタク仲間の皆さんと交流をしてきておりますということで、まあ、今回はその一コマをね、皆さんにお届けできたらいいなと、そういうふうに思っております。というわけで今回の動画はですね、 NMB48 のオタク仲間と楽しませていただいたその様子というのをお届けしていきたいと思います。それでは早速本編参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いいたします。まあ、本当にさまざまなね、あのお宅の皆さん、私ありがたいことにいらっしゃっておりまして、本当に皆さんありがとうございますと、そういう気持ちで本当にいっぱいなんでございますが、まあ、その中でも特にね、本当に長らくお付き合いいただいて、そして YouTube の方でもね、たくさんご協力をいただいて支えていただいております、やっぱまこっちゃんさんがこの企画の趣旨にねふさわしいんじゃないかなというふうに思いましたん で、まこっちゃんさんはじめとした皆さんと過ごさせていただいた一日みたいな、そんな感じの風にお届けできたらいいなと、そういう風に思っております。で今回ですね、なぜ NMB 劇場に来ているのかと言いますと、今日は2024年6月25日の火曜日ということになっておりまして、今日はこの NMB 劇場にて僕のアオハル公演が行われるんですが、それが普通のアオハル公演ではなくて、出口ゆいなちゃんの生誕祭ということになっております。そうなのでね、まこっちゃんさんが東京からご遠征なさってご参照なさると、そういうことになるわけでございます。まあなのでね、私もぜひともご一緒にご参戦させていただこうというふうに思いましたので、ここに来ているんですが、私実はキャンセル待ちでの当選ということになっております。でしかも番号が71番ということで絶対入れない番号ですね。そんな番号いただいて本当にありがとうございますというところなんですけれども、だからもうほぼ絶望的でございまして、じゃあなんで来てんのかということなんですが、まあ理由は2つですね。1つは、まこっちゃんさんとねお会いするのも長らくなかったということでございますので、まあ久々にお会いしたいなというのと、もう1つがそのキャンセル待ちの入れなかった人への特典っていうのがありまして、まあ、全員がそれもらえるわけではないんですけれども、多分抽選で10人弱ぐらいかなの人がですね、お見送り会に参加をすることができるっていう、特典があるんですよね。そうなので、まあ、キャンセル待ち、まあ、入れない番号ではありますが、そのお見送りに参加ができるかどうかっていうのも、合わせてチャレンジをしていこうかなと、そういうふうに思っております。ということなので、まあ、今回はね、まあ、公演こそは入りませんが、お見送りに参戦することができるか、その観点でも、この動画をお届けできたらいいなと、そういうふうに思っております。というわけでそろそろね、キャンセル待ちの受付をしていきたいと思います。まあ、キャンセル待ちの受付というのはここでするんですね。まあ、ちょっと、まあ、人がいる関係で映せませんけれども、この吉本漫才劇場の旗が立っているここに、まあ、受付しに行って並ぶといった感じになります。まあ、モバイル会員とか映像総合会員枠とかはこの NMB 劇場のロビーのとこまで行って、まあ、身分証を見せてお金を払うみたいな、そういう感じでございますが、キャン待ちはここになるということになります。はい、というわけでそれではですね、そろそろそちらの方受付をしていきたいと思います。果たして入れるのかということで友達までございましたけれども、まあ、これはねお見送りに入れるかということですよ。まあ、もちろん参戦はねできませんけれども、公演の方はお見送りの方は行けたらいいなと思っておりますので、果たして行けるのか、ぜひとも注目楽しみしながら並んでいきたいと思います。それでは受付していきたいと思います。できます。
営業マン。はい、おっ、こぼれてる、こぼれてる、はい、チーズ、はい、さあ、というわけであれからですね、結構時間の方が経っていきまして、まあ、とある場所のねコンビニに来ておりまして、車の中です。ご覧いただいても分かる通り止めてます。というわけでここからはスペシャルゲストの方と、まあ、エンディングに向けてのトークパートやっていきたいと思います。それではご登場いただきましょう。まこちゃんさんです。あ、こんばんは。はい、お願いします。なんかお久しぶりな感じはしないですけどね。そうですね、この間出てたんで出てましたね、浅草の食べ歩き、ね、そうですね、はい、実は3ヶ月ぶりぐらい。そうです、そう、3ヶ月ぶりぐらいにお会いしてですね、いやいや、ありがとうございます。今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、まあ僕はあの見送りだけってことでしたけれども、まあ、まこちゃんさんは、はい、もちろんゆいなちゃん推しということでございますので、しっかり見させてもらいます。はい、そうです、はい、場所は最高列だったりするんですけれども、うん、じゃあまあまあまあ軽く感想とか、はい、まあ、僕もお見送りの感想とか話せたらと思います。いかがでしたか。いやー、まあ、まあ今年もねお祝いできてよかったなっていう気はしてますね。はい、うん、そうですよね。もうね、ちょっと年齢的なものとか、そう、俺あの大学来年卒業するとかで、まあ、若干不安もあったけども、はい、そうですね、まあ、まだまだね、頑張ってくれそうなんで、はい、確かに確かに、コメントからもそういう感じがすごく、来年もお祝いできたらいいかなとは思ってます。そうですね、はい、できたらいいと思います。うん、でも、まこちゃんさんも東京に移られたっていうところもあったんで、今年参戦できるのかなっていうのもちょっと僕も思ってましたけれども、まあできたのでちょっと僕は安心してます。僕まあなんか勝手に安心してるんですけどね僕が。はい、でまあ僕もお見送りのね感想だけでもちょっと話せたらいいなと思ってまして、いや本当に初体験お見送りだけを参加するっていう、ちょっとこの人生で一回もここないだろうなとそう、7月からねファニーに変わりますんで、キャンセル待ちっていうシステムがもうそもそもなくなるということでございますんで、初めての体験をさせてもらいましたが、いやめちゃくちゃ面白いっすね。公演見れてないし、お金も払ってないのに、あ、すみませんね、これ出しちゃってお金も払ってないのに、一銭もね、これでメンバー見れちゃって、まあ要は直接話とかもできちゃったっていうのはちょっとなんか今までにないし、1列目と2列目とちょっと離れ小島になってるところが履けたら我々入るっていう、まあそういうシステムで、まあ多分3列目の方とかがやってる最中に我々は入っていったやろうなと、まあずっとだから3列目以降の皆さんのお見送りっていうのは見守りながら待機してるというか、そういう感じでございました。だからまあ、まこっちゃんさんもそうですけど、本当にまあ、あの、YouTube をきっかけとか、まけるちゃん推しだったりすることをきっかけでね、知り合っていただいている方ともたくさんいらっしゃるんですが、その方の様子とかもちょっと見ることができたんで、まあなんか、本当に素晴らしい体験だったなと。で、あの、皆さんが履けてから、我々はそのまま座った状態で、履け切ってから僕ら行くんですよ。だからなんかはプレミア扱いというか、なんか招待客なんかなみたいな、ちょっとそういう扱いでもありまして、まあでも本当にまあまあなんか来てくれただけでもなんか嬉しいってメンバーも言ってくれたりとかするので、あ、なんか面白い試みだなと。まあちょっとあのキャンセル待ちなくなることによってあれなくなっちゃうのはなんかちょっともったいないような気もしたかなというふうに思ったかなと思います。はい、すごくいい試みだと思います。そしてまあその後はまあゆいなちゃんのあの推しの皆さんの中にちょっとあのこのデブが混ざってですねこの金髪デブが混ざりましてですね、まああのいろいろとまあお話ともさせていただいたりとかして、それもすごく楽しかったんですけれども、どうでしたまこちゃんさんは。まあ楽しい時間でしたね。そうでしたね、なんか本当にいろんなお話させてもらって、まあ俺はほらあの同じゆいな推しが集まってるって、そうですね、そうですね、本当まこちゃんさんが喋っていただいたことでね、あの私こう見えて人見知りなんですけれどもやっぱ最初は喋んなかったけど、やっぱまこちゃんさんも喋っていただいたことによって、まあ、僕もちょっとほぐれてきたのあって感謝の気持ちでいっぱいだなというそういうところでございました。はい、というわけでまこちゃんさん横にいらっしゃるんですけれども、まあこれ車の中だと、まあこの二人もいいわけですよ、まあ、喋っていただきましょう。せっかくなんでハグジーキングお願いします声作ってる声を作っているはい、こんばんは。こう家族ぐるみの付き合いで、
まこちゃんさんになっていただいて本当にありがとうございますっていう、本当にそういう気持ちで本当にいっぱいでございますけれども、いや本当に今日は久々に会うことができて、でまあまこちゃんさんがこうやってゆいなちゃんをお祝いすることができ、で私はついでにあの見送りの方も参加することができ、でまあゆいなちゃんの後ろね、あの皆さんとのま楽しい時間もあって、でまあ我々もあの道中あのいろいろ話させていただいて、本当にもうなんか久々な感じもしないし、すっごく楽しい時間をあのいただいたなと、そういうふうに思っております。はい、本当にねこの動画のテーマ自体がその NMB のオタク仲間とのまあ過ごしてるまあその様子っていうことなんですけども、いや本当にめっちゃ楽しいですね。やっぱりねその同じものを好きでまあいてる方のね、こうやって交流っていうのはやっぱちょっとこの上ないもんがあるなというふうに思っておりますので、これからも大事にしていきたいなというふうに思いますし、まあこうやってまこっちゃんさんは大阪来る機会なかなかちょっとね少ないかもしれませんが、大阪来られる時もそうですし、まあ僕が逆に東京にね行くということもよくあると思いますんで、その時はぜひともねこれからもどん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 絡んでいただいて仲良くしていただきたいなと、そういうふうにすごく思います。ぜひともお願いします。はい、というわけでそれではねそろそろこの動画の方を締めくくっていきたいと思います。皆さんもぜひともねこうやって NMB48 のまあオタ活というか、ファンとしてのね活動を皆さんそれぞれ自由ではあると思うんですけれども、こうやってねお友達とか作って、すごく、楽しいもので彩るのもいいんじゃないかなと、そういう風に思っておりますので、皆さんもぜひとも、それぞれのやり方で NMB のオタク人生を彩っていただきたいと思います。はい、というわけでそれでは、まこちゃんさんありがとうございました。ありがとうございました。はい、そしてついでって言ったらなんですけれどもハーピーと GQ もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあそれでは、そろそろ動画締めくります。エンディングです。はい、というわけでエンディングでございます。ということで、いや本当にですねめちゃくちゃ素晴らしいなと思いますし、楽しいなと思いますし、本当に皆さんのおかげで自分は生きてるんだなというふうに思います。まあメンバーのみんなは大前提なんですけれども、やっぱねこうやって友達のオタク友達の皆さんといろいろな交流をしていくっていうのは本当に自分の人生をすごく彩っていただいてるなと、そういう気持ちでいっぱいでございますので、本当に感謝の気持ちでしかございません。本当に本当に皆さんありがとうございます。これからもねどん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 仲良くしていただいて、僕の人生もそうですけど皆さんの人生もね僕は彩られるわけではないかもしれませんが、ぜひとも一緒に彩れたらと思います。よろしくお願いいたします。はい、それではそろそろ締めくっていきたいと思います。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで終了というわけでございます。はい、というわけで今回の動画ですね、 NMB48 のオタク仲間の皆さんと、まあ、過ごした様子ちょっとねお届けしたという感じでございましたが、もう何回も言わせていただきたい感謝の気持ちでいっぱいでございます。これからも末永くまあどうぞよろしくお願いいたします。それでは締めくっていきましょう。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。